はい、皆さんこんにちは、かわゆうです。本日はこちら、ブリタのポット型浄水器、リクエリの紹介になります。そうですね、こちらね、たまたまビッグカメラに寄った時にね、目に留まってですね、浄水器欲しいなと思って買ってみたので、こちらね、開封と、レビューですかね、使い方とかやっていこうと思います。中はもうほんとこれだけ、はい、あとは何もやっていません。はい、こちらが、内容物になります。まずね、本体に、蓋、あとはろ過部分に、カートリッジが一つついてきます。あとはね、説明書ですね。はい、あとはね、日本語の、簡単な、準備説明書ですかね、こちらもついてきてますね。はい、内容物は以上になります。まずは本体と洗ってきまして、この中に、水をためます。こちらですね、こちらのカードリッジ、こちらのカードリッジを水に浸して静かに振って気泡を取り除きますということで、早速ねやっていきましょう。これを水の中に、入れて、これですかね、この気泡を取り除いていくということでしょう。これで気泡は出てこなくなったかな。ちょっとだけまだ本体の中に溜まってるかな。はい、こんなもんでしょう。はい、まずはね、こちら本体のカードリッジの中のね、気泡を取り除くということですね。はい、でね、次のステップに移りたいと思います。はい、そしてですね、先ほどの、カードリッジを洗った水はね、捨ててきましたので、今度はねこちらカードリッジをセットしていきます。はい、ですね、こちらの方に、水を注いでいきたいと思います。これでね、下からね、ろ過された水がね、出てきましたと。はい、でですね、この作業を、2回繰り返して、3回目から、水がね、飲めるようになるということで、はい、この作業をね、2回、やっていきたいと思います。はい、ということでね、実際ね、ろ過が終わりましたので、こちらね、飲んでみたいと思います。はい、いただきます。はい、実際飲んでみた感想なんですけど、僕のちょっと拙い感想で、申し訳ないんですけど、そうですね、水道水特有の匂い、まあ、カルキの匂いっていうんですかね、カルキ臭みたいなのがね、全然なくて、もうほんと無味無臭な感じですね。ミネラルウォーターと比べてもそんなに遜色ないのかなっていう印象でした。はい、結構ね、今までミネラルウォーターをね、買って、飲んでることが多かったんですけど、本当ミネラルウォーターとそんなに差はないのかなとか、2つ出されて、まあ、本当にね、味を比べてみないと差がわからないぐらいじゃないかなっていう感じでしたね。はい、はい、こちらね、スタートボタン、こちらね、長押ししていただいて、はい、これですね、 100%、こちらの、ゲージが0になった時にね、カードリッジのね、交換をするという形になってます。はい、なかなかね、こういうのってね、やっぱカードリッジの交換時期ね、忘れちゃったりするんですよね。それでもね、忘れないようにということでね、こういう機能もついてますので、ね、ぜひぜひね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、実際ね、冷蔵庫のポケットに入れるとこんな感じになります。手前側のね、ポケットにはね、さすがにちょっと入らなかったんですけど、奥側のポットであればね、大体ね、2リットルのペットボトル大きさがそんなに変わらなかったので、奥のポケットだったらね、冷蔵庫にもこういう感じで入ると思います。
はい、ということで、まあ、大体1週間ぐらい使ってみたんですけど、いや便利ですね。うん、冷えた水がすぐに飲める。ペットボトルとかだとどうしてもちょっとね、捨てる手間だったりとか、やっぱね、切らしちゃって買いに行く手間だったりとかがあるんですけど、これだったらね、ほんとね、水道水を入れておくだけなので、はい、とってもね、便利で経済的でゴミも減らせるかなっていうので、すごく、買ってよかったかなと思います。よかったらね、皆さんもね、ぜひね、購入検討してみてはいかがでしょうか。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。今後もね、いろんな動画をね、上げていきたいなとは思っているので、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では、バイバイ。